皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。勝成小沢滝沢でございます。どうも皆さんこんにちは。本日は滝沢道場の8日目ババンでございます。いよいよまあこの後半戦に突入しておりまして、もう本当にもう大詰めでございますよ。本当に今まで皆さん本当にお疲れ様でございます。今まで右手の連打練習、一芸連打練習で右手のピッキングの練習をして、パタパタ練習でフィンガリングの練習をして、でこのクロマチック練習でこの左手と右手のこのシンクロの練習をしたんですけども、8日目の、この道場では右手のピッキングの弦移動の、練習をしていきます。でその練習をスケール練習というもので、培っていくわけなんですけれども、頑張っていきましょう。早速レッツスタート。444のフレーズです。444、つまり、3412ってことですね。12個の音のフレーズです。444で、その444、ちょっとやってみると、こんな感じ。3ときめきのフレーズです。レッツトライ。まず人差し指で4弦の9フレットです。4弦の9フレット、ここからトキメ9、10、12で、トキメまで弾きます。9、10、12で、3弦の9フレットを人差し指で弾くと、これがトキメキ、1ときめきです。1ときめきで、これ音名で言うと、そのドリームファーストラッシュドで言うとシドレミなんですけども、シドレミと言ったら次のときめきはどの音からスタートします。シドレミドレミで、ファが来ると、シドレミドレミ、ファは3弦の10フレットです。ドレミファ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 、ここまで。で、その次、なんとなくお察しがついたかもしれないんですけども、シドレミドレミファと言ったら、その次はレの音からスタートします。レミファソ、4弦の12フレットからレミファで、3弦の12でソ、レミファソ。なので、このスケール練習の時には薬指は使わないということですね。ずっと人差し指と中指と小指がパタパタしていきます。こんな感じで、なんとなく気づいたかもしれないんですけれども、ずっとこの人差し指、中指、小指がずっとこの交互というか、そのずっとこう見つつ、ワンツースリー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 と、ワンツースリー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 という感じで、ずっとこうね、この3つの指が動いていくと。この感覚が身につくとね、すぐに速くなるかと思うので、ちょっと繰り返しながら、その3つの動きが繰り返されているということを意識していただくと良いかと思います。シドレミドレミファレミファソ。で、これもクロマチック練習の時と同じような感じで、2日目にやった右手の一弦連打練習の BPM、皆さんがそのできる BPM の速度がまずの目標です。一弦連打練習を皆さんが130でできるとしたならば、これをトキメキ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 トキできるならば、という感じで130でこのスケール練習ができるというのがまずの目標でございます。8日目のこのスケール練習に関しては、そこを目標に頑張って練習をしてみてください。で、気をつけていただきたいことが2つほどあります。まず1つ目に関しては、完全にオルタネートピッキングで弾くということ。ダウン、アップ、ダウン、アップのこの交互のピッキングを必ず守るということです。なんでかっていうと、そのエコノミーピッキングとかスイープピッキングという言い方をするんですけども、この弦移動をするときに、ピッキングが逆になっちゃったり、ひっくり返っちゃったりすることが結構あると思うんですよ。例えば、最初のこのシドレミのとき、1ときめきのときは、その、ときめっていう感じで、その4弦を、ときめまで弾いて3弦に行くわけじゃないですか。で、3弦に行くときに、と
き、目の後は、目の後は、ここを3弦をアップピッキングしなきゃいけないんですけども、と、き、め、きっていう感じで、と、き、め、きのこのめ、きをダウンダウンで弾いちゃう人結構いらっしゃると思うんですよ。なんか繰り返す中でね、あ、俺、そうやってるかもしんないっていう人結構いらっしゃると思うんですけども、と、き、め、きこのめ、きの時をこのダウンダウンで弾くのは NG という感じです。と、き、め、き、きの音は必ずアップピッキングで弾くということ。で、と、き、め、と、き、め、き、あ、間違えた、間違えた。と、き、め、き、と、き、め、き、と、き、め、き。この3と、き、め、きの時もそうですよね。3と、き、め、きの時も予言を1個、とだけ弾いて、と、き、め、きといきたいわけなんですけども、と、き、と言ってしまわないと。と、き、め、き、と、き、め、き、という感じです。そんな感じで、このしっかりとこのときめきのとの音をダウンピッキングで弾いていけば、ときめき、ときめき、ときめき。うまい具合にそのオルタネートが続くはずなんですけれども、このエコノミーピッキングが入ってしまうと、こうついついこう、ね、あのピッキングが逆になってしまうので、それはなし。という感じで、一つ目、気をつけていただきたいことでございます。そんな感じで練習をしてみてください。なんかこの3弦に行かなきゃっていう感じに思っちゃうとね、3弦がなんかこうダウンになっちゃうんで、エコノミーになっちゃうんで、このしっかりとアップピッキングでこの3弦の音を弾くと、3弦に行くんだじゃなくて、アップでピッキングするんだっていう意識を持つと、良いかと思います。で、2つ目に気をつけていただきたいことは、4つ目の音をしっかり弾くということです。その、ときめき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 といくんですけれども、この弦移動が絡むと、結構雑に弾いちゃう人いらっしゃるんですよ。すごい極端に悪くやると、こんな感じ。できてるっぽいんだけど、なんかできてないみたいな感じで、しっかりとこのときめき、ときめき、ときめき、それぞれの音をはっきり出したいんです。こうじゃなくて、なんかこの左手をバタバタ動かして、右手をバタバタ弾いてるだけみたいな感じの、なんかできてる風なのは、ちょっと NG にしたいんです。で、本当は一つ一つの音をね、その、ときめき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 と、はっきり出せることを意識したいんですけれども、結構それって大変なんで、まずは、その、ときめきの4つ目の音。この音をはっきり出せていることを、この意識しながら練習をしてみていただきたいんです。この4つ目のときめきが出せていれば、その他のときめまではね、うまく弾けている可能性がすごく高いので、出せることを意識できる範囲の速さで練習を頑張っていただけると幸いでございます。この4つ目の音が弾けてるかどうか分かんないで、これバーバーってやってると、多分ね、そのフレーズがぐちゃぐちゃってなっちゃってると思うんですよ。そうじゃなくて、この4つの音がはっきり出せているのは本当は好ましいんですけれども、まあ、1つ目の、まずの目安として、ときめき、4つ目の音をはっきり出せていることを意識しながら練習をしてみてください。そんな感じでございます。とりあえず8日目の練習に関しては、そんなスケール練習という話でございました。この弦移動が絡むとね、またこう、またこの一気にこの難易度がぐわんと高まったりとかするんですけどね、ちょっとこの頑張って乗り越えていただきますと幸いでございますよ。で、その次、明日の動画に関しては、このスケール練習をまたさらに応用を効かせて、弦移動の練習をしていくんですけれども、インサイドピッキングとアウトサイドピッキングっていう、このピッキングの方法の要素が出てきます。
それがまたこうね、なんとも難しいところなんですけどね、頑張って乗り越えていただきますと幸いでございますよ。そんな感じでございます。まあ、今までこうね、一元連打練習、パタパタ練習、クロマチック練習、そして今日のスケール練習、まあ、いろんな練習方法が出てきたんですけれども、なんかこうね、たくさん練習方法があると、じゃあ、どれからやったらいいんだよとか、なんかこうね、なんかどれが一番いいんだよってなったりとかすると思うんですが、まあ、基本的にね、今、好きな練習というか、好きなんですよ、全然大丈夫です。なんか今回 の, そのスケール練習が全然できないから一番苦手だからとりあえずまあスケール練習から集中してやっていこうかなっていう感じでも全然大丈夫ですし、なんか一元連打練習が一番楽にできるからとりあえずなんか一元連打の BPM を、ね、ひたすら上げていく方法で練習しようかなっていうのも全然ありですし、まあ、その辺は皆様の好みといいますかそのペースに合わせて練習をしていただきますと幸いでございます。ただまあ一番いい方法というか一番効率の良いといいますか、まあ、一番いいものとしてはやっぱりできないものを潰していくのがね本当は一番いいんですけどね。どっかでお話しさせていただきましたが、できないことを潰していくっていう気持ちで練習していただくと一番効率よくうまくなるとは思いますが難しい練習してるとね、ゾッとなんか気分が泣いてくるからその辺は皆さんのペースで練習していただきますと幸いでございます。それでは8日目の滝沢道場に関してはスケール練習ということでございました。また9日目も頑張って練習していきましょう。それではまた明日6時にお会いいたしましょう。そして恒例ではございますけど、私、滝沢勝成、ツイッターなどでやっております。TIKAJAWA、滝沢という名前で、ツイッターなどでやっておりますので、もしよければフォローしてみてくださいませ。そちらの方でね、そのリプライとかでそのリクエスト受け付けたりとか、なんか動画の新着情報をね、更新したりとかしておりますので、もしよければ、フォローしていただけますと幸いでございます。それではまた明日の夜6時にお会いいたしましょう。さよなら、ははい。